皆さん、こんにちは、こんばんは。テクドリームです。はい、今日は、去年ね、購入して、ちょっと皆さんに、ちょっとお披露目してないままの状態になっていたので、今回ちょっと、皆さんの、お買い物紹介としてご紹介したいと思います。はい。まずこちら。こちらは、見にくいかな。ごめんなさいね。ちょっと下げますね。はい。隠れ工房さんの、グリオンさんから、もう購入したものなんですけども、8足、入っていたので、それをお伝えしますね。2種類購入しました。まず、左から読ませていただくと、フローグ。英語だからわかんないんですけど、フローグ、ライフ、ソーダ、クレンゼ違うよな。絶対違うな。クラゼわからないんですけど。で、ティア、プラネット、ライラック、ジャークジーとあります。まあ、ちょっと読み方は、英語なので、ちょっと違うかもしれないんですけど、違ったらごめんなさいね。じゃあまず、4曲ずつやっていきたいと思います。はい、まず4曲ずつですね。まずこちらの4曲。やっていきます。で、モールドは、ダイソーさんのモールドを使ってやっていこうかなと思います。あ、ちょっと汚れてるわ。失礼します。ごめんなさいね。汚れたままになっちゃっていましたね。失礼しました。多分ね、前使った時の、多分残りですかね、これね。確か、ブラック系を使ったのかな。それでちょっとブラックが残って、いう感じで。はい、すいません。で、今日はね、別に、作品作りでもないので、ちょっと素手でやらせてもらいます。はい。まずここに、少しずつ入れていきます。作品作るときは、いつもちゃんと手袋をしてるんですけどね。今回は、別に作品作りでも、なんでもないというか、まあ、見本みたいなものなので、あまり気にせず。ちなみに、この動画は、去年の、11月、27日に撮ったものになります。あ、違うわ。11月。あ、じゃあ12月。全然ちゃうやん。12月の30日でした。来年のカレンダー見ちゃったわ。はい。では、フローグっていうやつかな。80番。一滴ずつ入れていこうかなと思います。ちょっとね、試し。そしてこれがいい。あ、リーフかなこれもしかしたら。ライフじゃなくてリーフかもしれない。そして、まあ、英語は本当全然ダメなので、これが、ソーダかな?はい。英語は絶対苦手分野なので、私。で、これが、クラゲ?あのね、
ローマ字で言うとクラゲなんですけど、これなんて言うんだろうな。どっか書いてないの？書いてないですね。はい。結構ね、この色も好きですね。はい。それでは混ぜていきたいと思います。まあ、この中で、モールの中で混ぜると、ダメになりやすいと言われているらしいんですけども、まあ、これ、ダイソーのモールなので、このモールは、もう一個持ってるので、まあ、これは別にダメになってもいいんですけど。よし。こんな感じで混ぜていきます。まあ、一滴ずつなので、若干薄かったりもするかもしれないですね。ちょっと濃いめに作ってないので、2滴ずつぐらい作った方がいいのかな。いや、一応ね、もうどうしようかな、もうちょっと、1滴半ずつ入れた方がいいのかな。もう少し入れますね。着色剤。誰かの、どなたかの動画で、同じように多分これ、購入された方が、いるようで、なんかベルベットって書いてあったということなんですけど、ベルベット風になるのかな？でも見た感じベルベット風というより、ただパールが入ってるって感じがするんですけどね、私は。よし。じゃ、まあ、もう少し混ぜていきます。まあ、ベルベット風という記載があったらしいんですけども、とある方の、言うと、私はどうもこれ、ベルベット風というより、なんかこう、パール感が結構強いなと、私は思いますね。はい、こんな感じで硬化していきます。